僕の浮き釣りセット。めっちゃ釣れますね。来た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 。マジか。止まらん止まらん止まらん。やばい。6頭6匹。フィッシングギャング、あずさ。フィッシングギャングのあずさです。今日はですね、なんとこちら浮き釣りやっていきたいと思います。まあ、フィッシングギャングではおそらく海で浮き釣りをしている動画今までなかったと思うんですけど、今日は初めての動画になります。まあ、ちょっと手探りでやりながら楽しい動画撮っていけたらと思います。で早速やっていきましょう。まあ、このポイントは浮き釣り僕やったことなくて初めての場所なんですけど、なんとか釣れるといいですね。で最初の目標は、まあ、ちょっと小さく30センチ、30センチ以上の魚を釣り上げるという目標で頑張っていきたいと思います。で早速浮き釣りなので、巻き餌の準備をしましょう。よし、はい、今日の献立です。献立はこちら。これは V9 ですね。 V9 に網エビ入れてますと、あとオキアミ、これは付け餌用です。でここの2つを混ぜていってやりたいと思います。でその下にですね、前回僕が釣りした時に使ったこのボイルオキアミの余りがあるので、それも一緒に混ぜてます。じゃ早速ちょっと水を混ぜながらやっていきたいと思います。はい、巻き餌できました。こんな感じです。タックルを作る前にまず餌を巻いて魚を集めたいと思います。OK です。まあ、ある程度巻いたら次は道具の準備をしたいと思います。仕掛けなんですけど、道糸を通して、で今回は、浮き止めをつけてません。普通だったら浮き止めつけるんですけど、今回は浮き止めなし でそのままこの浮きを通して、でその下にカラマンボウ、こちらをまず道糸につけて、でその下に、サルパンをつけて、でその下に、ハリスなんですけど、 1.5 キロハリスを取って、針が8号で針を使いました。それではスタートします。来た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 。でかい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 。止まらん止まらん止まらん。止まらない。やばい、一頭目でかい。マジか。魚見えてなかったですけどね。めっちゃでかい。やばい、足が震えてます。やばい、左に根があるから危ないっすね。おい、ジキラン浮きました。ジキランカワハギって言って、カワハギです。どでかいカワハギ。めっちゃ手震えて50メートルぐらい走られました。めっちゃ手震えて。めっちゃ疲れました。でかすぎるよね。口の中に入ってる針が。やりました。引き強すぎです。見てください、この歯。噛まれたらどれだけやばいか。
これ寒いんですよ。これ挟まれたらもう終わりですよ。指とかやばいっすね。指いったらもう一発です。うわうわほら、うわ穴開きました。ほらよし、じゃあリリースします。はい、よいしょ、ありがとう。1投目で来ると思わなかったっすね。投げてから、はい、浮き沈んでるなと思って一応合わせとこうかなと思って合わせた瞬間やばかった。30センチオーバーを釣りたいという目標でスタートしたんですけど、まさかの1投目で終わりましたねそんなことあるんですね。やばい、ちょっと浮き釣りハマりそうです。当たってますね。 OK、 来ました。来た、なんだやばいやばいやばい、あカワハギちゃんだ、ムラサメモンガラ。カワハギパーティーですね今日は。餌釣りはめちゃめちゃ釣れます。ムラサメモンガラ、そうそうそう、餌釣り楽しいっすね。大体もう1匹釣ったらその場所からまあ釣ったりとか釣れたりするんで、それを防ぐためにあの巻き餌すぐ打ちます。来た、おじさん、今のは浮き沈んだら見えたんじゃないですか。見えましたね。おい、まあ、竿の扱いが慣れてないおじさんです。3匹目、3頭3匹じゃないですかねやば順調です。来ました、ブラサメモンガラ。4頭で4匹目、今のも当たりが出ましたね。浮きがスーッと沈んでいって、今日はもうターゲットがないので何が釣れても楽しいです。沈んでますね。浮き来た、ブラサメモンガラしかいない。うわ、五頭五匹。そんな釣れます？なんか色が違う。そうっすね。さっきよりちょっと大きくなって緑が入ってますね。いいよ。あ、沈んだ。オッケー、来た、やばい、おお、ヤマトビ、あ、無料だ、やばい6頭6匹無料です。これはマトフエフキ、もう釣れすぎて言葉も出てこないここいいっすね。こんなに釣れると思わなかったっす。でもめっちゃ釣れますね。お、あ、当たっ、あ、違うか、あ、当たってそうだけどな、違うかな、切られてる、雑がいますね、切られてます、また切られてる、飽きてきちゃったよもうThank you.
はい、ということで初めてのポイントで浮き釣りやってみたんですけど、1投目からあんなバケモンみたいな引きが来て、もう手足震えましたね。正直あの浮き釣りであれだけでかいファイトするのも初めてだったんで、切られるだろうなと思ったんですけど、取れたのでラッキーだったと思います。改めてやってみて、浮きででかい魚釣る人ってすげえなと思いました。ちょっと僕も勉強しながらかっこいい魚を釣りたいですね。まあ、でも今日の釣りは結構面白かったんで、需要があれば今後も浮き釣りの動画やっていきたいと思うので、でまた僕自身もちょっと初心者なので、こうやったらいいよっていうのがもしあればアドバイスなどあのコメント欄にぜひ寄せてください。ということで今回はフィッシングギャングの浮き釣りでした。今回もご視聴ありがとうございました。フィッシングギャングからのお願いです。釣りをする際には必ずライフジャケットの着用をお願いします。ライフジャケットにはこういうタイプがあります。腰巻き型、そして肩掛け型、そしてベスト型、こういったものがあります。磯釣りやリーフなど海での釣りをする方にはこちらのベストタイプがおすすめです。万が一落水や流されたりした時にライフジャケットをつけてるかつけてないかで生存率がぐっと変わります。竿やリールのようにライフジャケットも釣り具の一つとして着用をお願いします。フィッシングギャング、熱さ。